なたのお子さんは一人暮らししていますか？たまには帰ってきてくれますか？こんにちは、福山一恵です。ふくふくチャンネルへようこそ。今回は有料カウンセリングその3の様子をそのままお送りしますね。それではどうぞお聞きくださいね。何か心配をしたこととか、何か言いたかったんだけど我慢をしたとか、何かこうつい言ってしまったとか、何かそういうことは昨日と今日、それか何か言いたいんだけどちょっと我慢をしていることとか、何かそれはないですか？それはないですけどね。いつ帰るんですか？まあ、さっきも聞いたんですけど、まあ別にあの子の予定も何もないみたいで、じゃあまあご飯食べてから帰るって言ってあげたら、うんって言いましたよね。いつ？うん？今日？夜、うん、夜ご飯食べてから帰るの、ね、って言うたら、うん、いう感じで。で、さっき気になった言葉があったんですけど、はい、娘をほったらかしにして今ここに来てますという言葉を僕は見逃さなかったんですけど、それはどういう意味でしょうか？ほったらかしの意味は、そんな言い方はおかしいよね、ほったらかしにはしてないよね。でもほったらかしにしてるという感覚を持ってたのかもしれませんね。ということは、相当娘さんにこれ気を使っているということですかね。もうお世話をしないまでも、まあ娘さんが家にいれば私もいなきゃいけないみたいな。それが出るときはお買い物ちょっと一緒に行ったりとかもたまにはあったから、まあそういう、せっかく来たのに、あ、はいはいはい、っていうのはあるかもわからないです、せっかく来たから、まあ、一緒におる時間が、一緒におってあげたいと思ってますか、それとも一緒にいたいと思ってますか？ほったらかしにしたいでしょう。痛い、どうですか？先生の質問ってすごいでしょ。私おどおどしていますよね。私はお母さんにしてもらったことがおかしかったわけなんです。だから娘に何をしてあげたらいいのかわからず、お母さんにしてもらったことをそのまま娘にしてしまったんですよね。親子関係がおかしいんです。このように家族と関わると体調が悪くなることが分かっていただけたと思うんですが、ちなみにあなたの家族はどうですか？うまくいっていますか？参考にしていただければ嬉しいです。また少し昔の人類ブログになりますが、そちらの方も読んでいただけたら嬉しいです。下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よろしくお願いしますね。それではこの辺で、アラシックス主婦福山一恵でした。